さあ第16話もう佳境ですね。金ちゃんも無事救い出せたことだし。え、てかもう帰ってきちゃったら次どうすんの？ふへえ。とにかくみんなが無事でよかった。よかったね本当に。途中で電気が回復したからな、安全に下山することができたよ。あ、そっかそっかそっか。お前たち、俺たちが留守にしている間合宿所でトラブルはなかったか？ん、多分なかったんじゃない？ウィス。あ、大丈夫だったんだ。ん、あれ、え、何？怖いよちょっと。ねえ、ジャージに何かついてるけどそれって桜かな？あ、桜の花びらじゃないですか。桜見つけたんすか？ああ、遠山くんを探していたら偶然な、桜のとこに向かった金ちゃんのを探しに行ったんだからそれはあるやろって感じだけどね。え、あの噂の桜？せや、めっちゃでっかい桜やったで。のんきか。あり、ああいうなんていうんやっけ、し、醤油だれしだれ桜のことか。金太郎はん、しだれ桜や。金太郎はん、あ、それや。へえ、じゃあ妖精も見たの？お、そういえば聞いてなかったね。いや、それは見ていない。そんな、なんだ、じゃあ妖精は単なる噂ってことを。また手塚と菊丸が直接喋っている。菊丸は手塚苦手を克服したんかな？うん、強風もただの悪天候だったのかな。うん、まあ今おると思うけどな。見たんか、見たんか。はっ、じゃあ今から見に行こうよ。みんなで見れば妖精の正体もわかるかも。だから練習ないの、本当にもう一日オフって決定なん。とか言って本当は花見をしたいだけだろエイジ。そういうことなの？そうなんだ、バレちゃった。でも楽しそうだしいいじゃん。いやいやいや、まあ、まあいいか。ええやん、舞も花見やりたい。妖精もにぎやかなん絶対好きやで。なんでそう思うの？ま、ええんやないか。今なら山に入っても危険はなさそうだしね。そうなんかな。うん、そうだな。あ、登山のプロが言うならまあ間違いないんでしょう。安全なんだろうね。いいだろう、今回の騒動でみんな不安もあったはずだ。気持ちを切り替えるにはいい機会だろう。全部テニスにつながるみたいなね。イエーイ、よーし、それじゃあみんな集合。おお、やったで、花見するで。62人で。さあ17話、すごい桜が綺麗。そういえば日川は1秒も出ていなかったですね。おかわり。ああ、クヌ弁当めちゃくちゃうまいさ。いやー、おかしいんだよなこいつな。で、知念がなんか言うよ。多分ね、おいしいの一言ぐらいしか言わないんだと思うな。うーん、あ、全然違った。なんだ、めちゃくちゃ喋るじゃん。よかった、こっちの耳側サラダもいけるやし、これ偶数かけようね。いや、あれね、いいよね。おい、かける前にワニもサラダくれよ。ちょっと。確かに誰も桜について何も言ってなかったですね。誰か桜を見なさいよ、お花見に来た意味がないでしょう。ごめんちゃいっていうやつなんだっけ。あ、そう、ごめんちゃいか、なめてんな。おい、散ってる花びらなら見てるさ。視界に映ってるだけじゃないのかそれは。あ、ひらひらしてて綺麗さ。しかし、あの悪天候の中よく全て散らずに残っていましたね。確かに。そういえばなんかやるとか言ってたな、何したんだ？だーな、うちのあのサトウキビも自然災害には強いど。おお、そうなんだ、こいつもなかなかやるやし。サトウキビって自然災害に強いんだ、知らなかったな。ふん、このラフテーはもらったやさ。ケイ君は花より団子さ、みんなそうだっただろ。タニシ君らしいですね。ん？そういえば桜の妖精の話って結局どうなったわけ？ああ、どうなったんだ？こんなに綺麗な桜なら妖精もいそうな気もしなくもないさ。妖精いるなら観察したいさ。あ、はい。どこ行ったか。なになになに、何か見えてる？
まさかの花より団子第1位のやつが妖精見えてる。嘘でしょ。じゃあ食の妖精、唐揚げの妖精みたいな、そういう可能性あるぞ。うわっ、どうかしたバーケー君。ぬーやんこら。うわ、ノラフテが消えたやさ。誰が取ったば。ええよ、妖精さんかな。え、わたは知らんよ。さっきまであったはずなのに、ちょっと目離した隙に消えたさ。へえ、妖精のいたずらかもしれませんね。ぬーやが、ぬーやがってどういう意味やが。あなたたち、平子場くんも好物だけでなく、ゴーヤもちゃんと食べないと。ゴーヤも、よりによってゴーヤも、野菜も食べなさいとかじゃなくてゴーヤなんだ。妖精にいたずらされるかもしれませんよ。もう八方塞がりじゃねえかよ。妖精にいたずらされた方がマシだからゴーヤ食べませんの論調もあるぞこれ。えいしろ、妖精を都合よく利用してば。本当だよね。そうだよ、騙されんな。やれやれ、何のことでしょう。とぼけんじゃねえ。うん、うちの兄もシーサーという守り神がいるくらいです。ああ、まあ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 。ふん。桜の妖精がいてもおかしくはないでしょう。だからといってそれとこれとは別なんじゃん。思いっきり日がのターンだったな。よし、第18話、まだ桜のところにいますね。すっげえ！見てよ、トベ。桜すっげえ綺麗。お、起きてる。桜の木の下で寝ることこそ思考みたいな、そういう風になっててもおかしくはないんだけど、起きてますね。ああ悪くねえな。へえ、ご内に綺麗な桜やったら恋が実るっちゅう噂が流れるんも納得やな。伝説の桜感はあるよ。桜の下で食べる団子も、ん、ん、なくなってんの、もしかして。あ、どうした。うん、皿に置いとった団子がないんや。ジロ、俺の団子知らへん。寝てる、早い、寝るの早い。テンションの切り替えやば。なんならさっきも寝言っていう可能性あるな。なんや、さっきまで大騒ぎしとったのにもう寝てしもとるわ。アトベ、アトベは見てへんか。うん、知らねえな。腹をすかせた妖精でもいたんじゃねえのか。せやな。そうかもしらへんな。よっしゃー！おい、金ちゃん。なんか、いいね。手前のボケ方とかも最高じゃん。てか、金ちゃんだけ特別仕様だよね、これね。そのカードになってるやつが、桜舞ってる状態で見れちゃうなんて最高じゃないですか。花びら、量産落ちてくる。めっちゃ綺麗や。なんか、ワイは全部キャッチするでみたいな遊びをしそう。銀太郎はん、はしゃいどるな。強風の中で山登りしてたんとちゃうん。めっちゃ元気やん。やったで。よっしゃ、花びら捕まえてた。やっぱりやってたよなあ。そない集めてどないすんの。そんなん聞くなって、どうせなんでもないんだから。あ、聞いた方が面白かったわ。ごめんなさい。ぜたこ焼きにかけたら馬なると思う。馬ならんて。え、なるんかな。ないわ。食うんかい。金太郎はん、金太郎はん、せっかくの花火は見て楽しむこともした方がええで。さすがマジレスでたしなめていく。せやな、せやな。花びら食うてもうたら妖精も困ってまうかもしれへんし、そういう問題じゃないんだよね。お、なんぞや。はて、どないした。今誰かに後ろ髪触られた気したんすけど。おお、なんすかそれは。うん、わしは触ってへんで。まあ銀さんじゃないよね。なあ、遠山か。遠山って呼んでんだっけ。どうしたん？前も知らんで。まさか妖精？いい。いやいや。まさかな。本当にまさかだね。誰だろうね。よっしゃ、第19話。すげえ遅くまで花見やってる。もう夕方なんですけど。うん。おお、手塚来た。手塚。
団子持ってるじゃん。それ勇士が探してたやつだよ。手塚が犯人だったんだね。そっかそっか。いや美しい。何これ、もう5個を指してるじゃん。花札にしたいね。もう手にプリ花札みたいなのがあったらこれを使ってほしいですね。日が暮れてきたな。ああ、夕日に染まる桜もすごく綺麗だ。綺麗だ今年の花見は諦めてたから、こうして楽しむことができて嬉しいよ。本当に合宿中に花見なんて出てきちゃってな。もうテニサーじゃん。確かにな。そうだな、みんなにとっていい思い出になっただろう。男しかいねえテニサー。手塚。手塚にとってはどうなんだ。ああ、もちろん俺にとってもいい思い出だ。うんうん、それならよかった。よし、そろそろお開きに。ん？あ、いい妖精や。ついに出てしまったか。え、金太郎はん、ほんまか。ああ、っちや、肉持ったやつがおったで。それさ、谷氏圭さんなんじゃないの。マジマジ、ほんと。次郎にも見えてる。なんで、てか次郎寝てたんじゃないの。ん、見間違えちゃうんか。てか、なんなら寝ぼけとるんちゃうんかって感じだよね。あ、そうかな。でも団子持ったやつがいたような。まさか本当に妖精が。うん、どうだろうな。お、美しい。全画面しちゃおう。いいな、これいいね。かっこいいよ。桜も似合いますね、手塚さん。おあ、そういえばこんなあったね。シチュエーションカードとやらですね、これが。出た出た。昔のテニラビはこういうのが出てたんだよね。いいよね。昼過ぎから花見始めてもう夕方だっていうのにめちゃくちゃ料理残ってんじゃんめちゃくちゃ料理残ってんじゃん、このグループ。大石課長と手塚部長みたいな、なんかなんだろうな、手塚が上司で大石が部下みたいな感じすごい出てない。おかわりいりますかみたいな。どちらにせよ、噂がここまで導いてくれたおかげで充実した休日を過ごせた。そうやな。真偽はどうあれ、噂に感謝せなあかんよう分からんけど、まあいいわ、めっちゃ楽しかったで。せやな。綺麗な桜を見て、美味しい料理食べて、休日やったわ。エモい日ですね。なあ、次郎は寝とるやないかい。寝てますね。おいおい、ってまた寝てしもとるやないか。何回寝んの。そろそろお開きにしようかと思ったけど、名残惜しい気もするな。あ、みんなも楽しんでいるようだ。もう少し日が沈むまで。お、優しい。手塚だったらなんか、いや、もう切り上げるぞみたいなことを言いそうなもんだけど、延長派なんだね。いいだろう、この時間を楽しませてもらうとしよう。お、手塚のほぼマックスの笑顔が見れましたよ。さあ、マジのラストですね。エピローグです。なんで図書室にいるんだ。妖精でも調べるんかな。調べてそう。え、あれ、手塚だ部屋にいないと思ったらこんなところにいたのか。ああ、今日中にやっておきたいことがあってな。あのさ、日記かい。ほう、日記か。ああ、まだ書いてる途中だが。へえ。まあですね。手塚の日記を読んだことがあるやつっているのかな今日は朝からいろんなことがあったし、書くことが尽きないんじゃないか。そうだね、今日みたいな日は特にそうだろうね。確かにな。そうだな、登山に花見に濃い一日だった。登山登山、誰かさんのせいでな。まさか、たわいない噂からあんなことになるとは思わなかったよ。財前のせいだぞ、全部。うんうん、噂が噂を呼んで、最後には本当に桜が見つかったし本当びっくりしたよ。そうだな、俺も見たときは驚いたな。うんうん、いろいろあったけど最後はみんなで楽しめたし、終わりよければすべてよし、
かな。お、それっぽいこと言うね。それに今日の手塚は結構楽しんでいるように見えて、また開眼している。ああ、そうだな。春を満喫できたように思う。おー、ならよかったよ。うん、しかし浮かれてばかりもいられない。お前たち、明日から再び練習が始まる。みんな気を引き締め直すように。お、あの名台詞が来るかな。にゃ、相変わらず厳しいにゃ。来るか、あの名台詞来るかな。でも部長らしいっす。お、来るかな。ウィス、明日からの練習も楽しみっすね。さあ来るぞ、来るぞ。さあ、おい、油断せずに行こう。来たー、ワンチャン来ねえんじゃねえかと思って、来ないんかーいの準備をしてたのに。来るんかい。いや、まあ、まあ、来る方がいいんだけどね。油断せずに行こうをいただいたところで多分終わるんだろうね。終わりましたわ。はい、じゃあ春爛漫桜に誘われて、お、一通り見てみました。いかがでしたでしょうか。この動画を良きと思っていただいた方は、チャンネル登録、動画の拡散、高評価、コメントなどなどしていただけるととっても嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。また見てねー。